心みなり世界最強のダディへの道、ふーたです。つい2日前ですね、妻が本当に頑張ってくれて可愛い可愛い娘ちゃんが生まれました。皆さん本当に応援の言葉、温かい言葉ありがとうございました。今現在入院中の妻がですね、今週の日曜日に帰ってくるわけなんですけれども、その前にですねダディとして大仕事が残っております。そう、ベビーベッド。そうなんですよ、今回ね2日前に生まれたね可愛い娘のためにですねベビーベッドを仕上げたいと思います。いろいろ悩んだんですよ、もう形とか、まあ、もちろんねサイズとかね、すっごい悩んだんですけど、結果僕たちが今回選ばさせていただいたのはこちら、バン、金太郎さんから出てるベビーベッド、ミニアンライトグレーを購入させていただきました。コンパクトなミニベッド、使いやすさを追求した画期的なベビーベッドです。現在特許出願中とのことです。ということで金太郎さん、お世話になります。さあ早速作っていきたいと思います。頑張れ。まずはともあれこちら、ダン。というわけでコールミーダディ、世界最強のダディへの道、ベビーベッド作ってみよう編スタート。シャバダバ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 。まずはちなみに説明書には必ず2人で組み立てるように書いてますので、皆さんはぜひぜひね2人で組み立ててください。僕はね世界最強のダディなんで1人でも大丈夫です。ほんまかいな。なんか早速枠組みができてきた気がする。ちょっと待って、もう楽しい。ちょっと枠組みが出てきただけでもう楽しい。やばい、出れへん。ちょっと待って、できた。あとこの板を入れたらもう完成でございます。さあついに完成の瞬間がやってまいりました。いきます。完成しました、ベビーベッド完成しました。こちらこちらね、すっげーかわいい。めっちゃかわいい。これベビーの成長に合わせてこのここはなんか3段階で高さ変えれるみたいですね。でここがこうやって赤ちゃんをあやして、で一応ねこう下側がね、ここがね物を置けるようになってます。おむつとか入れれるようになってますね。これねかわいい。めっちゃかわいい。これで一応ねベビーベッド本体は完成しました。これね10分ぐらい15分ぐらいかかったな。これでも、まあ、でもね思ってたより全然簡単。まあ2人やとなおさら簡単やと思う。2人やったらねほんまどんなのゆっくりやっても30分もかからへんと思います。これに実際ベビーが寝るための布団とかも詰めていきたいと思います。それではちょっとアングルを変えてみます。はい、というわけで今からねこれに布団とかを詰めていきたいと思います。まずは、まあ、一番下に引くのがこちら、まあ、マットレスですね。このベビー用のマットレス、まあ、これ用にもちろんサイズ合わせて買ってきた。ちょっとねベビー用はね固めなんですよね。思ったよりなんかもっと柔らかいの使うと思ってたんですけど、固めの方がいいみたいです。そしてこの上には今ねまたちょっと夏なんでひんやりシートみたいなのを一応買ってきてます。熱いように、まあ、これはなんかまあ様子見て寒そうやなって思ったら外すと思います。ちょっと待って、前回やったベビー用の
衣類の水通しで世界一幸せな洗濯って言ってたんですけど、これはねマジで世界一幸せな日曜大工。いやマジでマジで幸せ。実際なんかあの先週、まあちょっとねもうほんと短い間だったけど、こう自分の手で抱いた子供がここに寝るってなるとね、すっごい愛おしいわ。そしてこちら枕、ちょっとねわかりますかね、ここがねボコって頭が入るようになってて、ベビーの頭をサポートできるようになってます。あとこれはねあの一応こういう感じで、万が一赤ちゃんがねこうなっちゃっても息が吸えるようにこう中がこういう感じでなっております。そして一応掛け布団、まあ夏なんで多分使わないと思うんですけど、一応ね一応買ったんで敷いておきます。これだけでめっちゃ可愛い。娘のために、この前ね妻と選んで買ってきたファーストトイ、初めてベビーが手にするぬいぐるみでございます。めちゃくちゃ可愛い。これあのジェリーキャットさんから発売されてるウサギタイプのやつ。これね耳がこうスタンになってて、もうこれは2人で一目惚れしました。もう絶対これがいいっつって、もうちょっとねベビーがね大きくなって言葉喋るようになったら、この子にねあの娘に名前をつけてもらうことになると思います。楽しみ。お前の名前は何になんねん、おい。これもねここに可愛くね。ほんでねこいつじゃん、なんていうのかなこれ、あの一応名前はねドリームエッグってなってるんですけど、あのホワイトノイズを出す装置ですね。ライトもつきますし、これ聞こえるかな、このこれ一応ね風の音、波の音、あとほんとホワイトノイズで、まあこういうの聞くと赤ちゃんたちがね泣き止みやすくなるっていうのをね聞いたんで一応買っときました。この辺かな。でこれはねあのね友達の先輩パパ先輩ママから聞いて超おすすめやった、夜中に授乳するときにちょっとだけ光が欲しいっていうときにすごい役立つらしい、この何ていう LED 授乳ランプ。今回はこれエジソンさんのやつを買ってきましたね。ハト、これねめっちゃ可愛いんですよ。これね触るだけでドン、めっちゃ簡単、めっちゃ簡単。これねここに置いておっぱいあげるときにちょ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 っていう感じでやると思います。この上が完成したんで、この下にね実際に実用品というか実際になんか物を入れたいと思います。上が完成したんで下にね物を入れていきたいと思います。これでこう出し入れできるようになってますね。まずこちらダダン、おむつ用品を入ってます。おむつ用品、おむつとかあと匂いのしない袋だったり、まあ夜おむつセットですね。あのおむつ替えするときに必要なグッズをこの中に入れてまとめています。そしてこちら、まあ、タオルとかですね、まあ、これもいろいろ何でも使えるんでよ。こちら、まあ、さっきの布団にも敷いたこの上の布団のカバーですね。まあ汗いっぱいかくらしいんでね、もうしょっちゅう洗うことになると思うんで結構多めに入れてます。あとこちら寒い時用の体にかける、まあ、毛布的なやつかな。あとはまあそうですね、あのおむつ替えシートとかもこの中に入れてます。それとあとまあ枕なんですけど、枕も一応ね数種類買ってます。まあどれ汗かくから、まあ、枕も洗わなあかんことになるだろうと、まあいろいろ取り揃えております。これはねまあ順次使っていくと思います。まあそういう感じですね。よ、言うてこんなもんか。まあまあ多分使っていくうちにしたらここまで物増えていくと思うんですけど、とりあえず今はこんな感じで入れていきます。ウィーウィーガチャ。はい、というわけでね無事ベビーベッドが完成しました。こちらね上の段下の段もね無事完成しました。さあただここでもう一個ねアイテムを追加したいと思います。それがねこちらキューボアイプラススマートベビーモニター、ベビーモニターですね。これは友達の先輩ママがすっごいおすすめしたんで買いました。これはねなんかあのベビーベッドを親が離れた時とかもずっとカメラで子供の様子を確認できるっていう優れものらしい。まあ実際使ってるレビューとかはまあ子供がいざ家帰ってきてからまたねアップしたいと思ってます。とりあえず組み立てていきたいと思います。もうすでに可愛い鳩、中のセットはこういう感じになってます。これ一応ねあのフロアスタンドタイプ、実際の床に置いて立てるタイプと、あとこちら
ベビーベッド取り付けタイプ、ここにね多分ねくっつけるタイプ2種類2パターンできると思うんですけど、今回はあのねベビーベッドにくっつけるパターンにしたいと思います。でここにカメラがついてて、これをねこう下に向けるとカメラでここをね捉えて、なんかいろいろベイビーが動いたりするとそれに反応してなんか携帯に知らせてくれるらしいんですよ。今ベイビーこんな感じになってます、確認してくださいみたいな。なんかこれは本当にねすごい使いやすいらしい、まあ、これ実際ね使ってみたらまたその時のレビューを動画にアップしたいと思っております。こちらキューボアイでございます。はい、というわけで無事ベビーベッドすべて完成しました。イエイイエイ。というわけで本当にね、あとはねもう嫁ちゃんとベイビーが帰ってくるのを待つばかりでございます。いやーかわいい、めちゃくちゃかわいい、めっちゃかわいいベビーベッド。というわけで今回はコールミーダディベビーベッドを作ってみよう編でした。イエイイエイ。着々とね世界最強のダディに向けてね一歩一歩頑張っていきますので、今後ともまたね応援のほどよろしくお願いします。またこのチャンネルがね気に入っていただければ、いいね高評価お願いします。それではまた元気にお会いしましょう。コールミーダディ。シャバダバ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 。